なんとか撃退できたみてえだな。被害は？上陸前に食い止められたので、皆さんの避難は間に合いました。海に近いお店のテラスが少し潰れちゃいましたけど。怪我人とかがいないならよかったよ。にしても、空飛ぶサメだとかゾンビだとか、マジで出てくるとかどうなってんのよこの世界は。釘崎、お前は知らねえかもしんねえけど、俺らの世界でもサメはゾンビになったりするんだよ。それは映画の話だろうが。なことはどうでもいい。それよりさっきのサメ。呪いの気配がした。ああ、やっぱり？戦ってる途中でなんかそんな雰囲気がしたんだよな。私も感じたけど、ものすごくかすかじゃなかった？呪霊ってわけじゃなさそうよね。あの、皆さんがおっしゃってる呪いの気配ってどういうものですか？どういう？言葉で説明するのは難しいが。ルリア、どうしてそんなこと気にするんだ？実は私、さっきのサメゾンビさんからかすかに星小獣の気配を感じたんです。本当か？星小獣？星小獣とは、かつてこの空の世界を支配していた星の民が兵器として作り出した存在。大いなる力を持つ獣だ。作られた獣？空の民と星の民の戦争が終わり、星小獣たちは兵器としての役割を終えたわけだが、未だに人知を超えた力を持つ星小獣は、空の世界の各地で信仰や伝説の元になっているものも多い。だったな。はい、その通りです。今は仲間として私たちに力を貸してくれている星小獣もたくさんいます。ルリアは星小獣の気配を感じ取れる特殊な力を持ってるんだ。それじゃあさっきのサメゾンビがその星小獣ってやつだったってこと？いえ、そういう感じではなくて、本当にかすかな気配だったんです。星小獣そのものというより力の断片というか、何かに埋もれて力を失いかけた星小の一かけらのような。なあ、もしかしてなんだけど、ルリアの言ってる星小獣の気配と俺らの感じてる呪いの気配が同じものだって可能性はねえ？俺の知る限り呪いと星小獣は全く違うものだが。そうだ、ティアマト。彼女はティアマト、風の力を司る星小獣です。気配はどうですか？違うな。うん、呪いの気配はしねえよな。ってことは星小獣と呪いとは全く別物。さっきのサメゾンビは両方の気配を持ってたってことか。ってことになるのか。さっぱりわかんねえや。さっきも言ったように、星小獣はその超越した力ゆえ人々の信仰の対象となることも多い。信仰とは恐れと表裏一体。強すぎる恐れは負の感情を呼ぶこともあるだろう。つまりそうかけ離れたもんでもねえってことか。憶測に過ぎんがな。今判断材料が少なすぎる。そもそもさっき感じた呪いの気配すら本当にかすかなもので、今は残影も見えない。手詰まりってわけね。五条先生がいればな。ああ、確かにな。星小獣の件はともかく、あの人の目があれば呪いの方はもっと詳しくわかるんだが。ああ、五条先生の目ってなんか特別なやつなんだっけ？はいはーい、僕のこと呼んだ？